それじゃあ俺は晩ご飯の準備を。はい、ゆうや様。え、どうしました？私が作るわ。ねえ、あら、意外と難しいわね。ねえ、もう、なんでちゃんと切れないのよ。あら、あの、レクシアさん、大変申し訳ないんでですがね。お口に合ったならよかったです。さすが私のゆうや様。ゆうや。はい。そんな、ゆうやが食べさせてくれないか。ちょっとルナ、実はまだ怪我が癒えてなくてな、体を動かすのも辛いのだ。わかったよ。ほら。ゆうや様。私もルナみたいに食べさせて。でもレクシアさんは別に怪我してるわけじゃ。王女命令です。はい。もう大丈夫ですよね。いいえ、今度は私たちが食べさせてあげるわ。はい、あーん。さあ遠慮せず食べろ。